早いな。まだ8時だぞ。今日は何かあるのか？オカリンに怒りに来たんだよ。あのね、マユシーはオカリンにがっかりなのです。何の話だ？しらばっくれてもダメだもん。オカリンってばルカちゃんを泣かせたでしょ。なぜそれを？ルカちゃんに相談されたんだよ。男だったって言われたって。オカリン、なんでそんなひどいことを言ったの？マユリには関係ないことだ。これは対機関に関わる重大な機密事項であり。関係なくないよ。ルカちゃんはマユシーのお友達だもん。話してくれないならね、マユシーはオカリンと絶交だよ。もうラボメンもやめちゃうんだからね。ねえねえ、どうしてあんなひどいこと言ったの？マユシーは毎日オカリンのことを見てるもん。それにね、昨日も外でクリスちゃんとずっと話し込んでたでしょ。悩みがあるならマユシーも聞くよ。マユシーにも話してほしいな。ね。それでね、ルカちゃんに謝りに行こう。仲直りしに行こう。マユシーも一緒に行くから。おかりん、やれやれだな、マユリよ。この俺が悩みだぞ。バカも休み休み言え。この俺は狂気のマッドサイエンティスト、鳳凰院教魔だぞ。この俺に悩みなどない。あるのはただ混沌への渇望と野心のみだ。オカリン、よし。どこ行くの？マユシーの話はね、まだ終わってないよ。これからルカ子のところに行ってくる。本当？謝りに行くの？だったらマユシーも。いや、お前について来られるといろいろ面倒になる。だから留守番を頼む。
来てくれたんですね。ありがとうございます。マユリに何を話した？すみません。でもこんなことマユリちゃんにしか相談できなくて。どこまで話したのかという意味だ。ほとんどは内緒にしました。マユリちゃんが死んじゃうっていうこととかも。まだ冗談だと思っているのか？大事な話というのは、にゃんだしょうかにゃ？よく聞こえなかったんだが、もう一度頼む。はっきりと言ってほしい。俺にできることなら何でもするから。なんだって？恋人になってください。なぜだ。
考えさせてくれ。2分、あ、いや、5分だけ時間をくれ。そうだな。ジューシー唐揚げナンバーワンをレンジでチンして D メールはつまり ABC と、およすなわち電子レンジはバラ十字団の思想を受け継ぐ騎士たちの錬金術が生み出したものであり、チンとなる音こそが洗脳装置で、実はチンとなる意味など全くなく、少しばかり戦略的撤退を図る。戦略？気が散るからこっち見んな。何度言わせんのよ。お前を天才脳科学者と見込んで話がある。手短に。柳林神社まで一緒に来てほしい。理由を言って。デートとか言うつもりなら断る。この俺がデートなどという軟弱なものをするわけがないだろう。ましてやその相手が助手とか、冗談もほどほどにしてくれ。つまり男の脳と女の脳の違いについてだ。わけわからん。話があるの。
男性と女性で脳の働きって全然違うって知ってた？はい。男性は右脳が活発、女性は左脳が活発なの。え？ちなみに右脳は画像処理とか空間処理、あとは総合的な判断力なんかに使われる。左脳を使うのは言語、あと計算とかかな。そうそう、右脳と左脳をつなぐ脳梁っていうのがあるんだけど、女性の場合はこれが発達してたりする。ほら、よく言うでしょ、女性は2つ以上のことを同時にできるって。それは脳梁が発達してるからだっていう説もあるわね。まあこれはどっちかっていうととんでも科学に近い俗説であって、それほど信憑性が高いわけでもないんだけど、ちょっとだけ試してみてもいいかな。何をですか？あなたの脳が女性としてのパターンを示しているのか、男性としてのパターンを示しているのか、マッピングしてみたいの。マッピングって何ですか？脳波マッピング。あなたの脳波をサンプルとして取らせてもらうだけ。とにかく調べればわかるって。ね？ね？痛くしないから。嫌です。ほんと大丈夫だから。私が保証するから。ほらほら。お前はどこの変態親父か。何よ、ではない。何のためにここに来たのだ。ルカ子を怯えさせてどうする。私はただ彼女に貴重な被験者として。帰れ、この実験大好きっ子が。ああそう、せっかく協力してあげたのにそういう扱いなわけ。だったら言われた通りに帰る。あとはあんた一人で頑張りなさい。話を。つまりだな、お前は本当は男なんだ。あのね、マユシーはオカリンにがっかりなのです。オカリンってばルカちゃんを泣かせたでしょ。ルカちゃんに相談されたんだよ、男だったって言われたって。オカリ、なんでそんなひどいこと言ったの？これから会いに行ってくるから案ずるな。え、そうなの？よかった。オカリンが謝らないって言い出したらね、マユシーはオカリンと
絶交するつもりだったんだ。クリスティーナ、クリスティーナ、クリスちゃん寝てるの？徹夜なんだから起こさない方がいいよ。クリスティーナ、起きてきてくれ。うるさいな。これから柳林神社に行く。お前もついてきてくれ。オペレーションクリスティーナ2だ。15日まで、真由里ちゃんが危ないことになる前までで。すまん、ちょっとだけ待ってくれ。よう、リア充。お前、人の気も知らずに何がリア充だ。今のルカ子の話聞いていたか。今北産業聞いてなかったのか。この遠さじゃ聞こえるわけない。告白、15日まで。そしたら男に戻る。把握、でも何をいちいち私に相談することがあるわけ。漆原さんの願いを叶えてあげればいい。だけど相手はルカ子だぞ。どこが不満なの？あんなに可愛いのに。しかし音、元は男だったなんてのもあんたの妄想かもしれないし、私から見れば彼女は最初から彼女だった。観念しなさいって。じゃあね。あ、待っ、あいつ何のために連れてきたと。あの、今の電話の相手って牧瀬さんですか？ああ、そうですか。なんだか今の岡部さん、とても楽しそうにお話ししてましたね。
どこかだ。それで、あの、さっきのお返事を。お前と付き合おう。15日の夕方までだが。なぜ泣く？なんだ。その明日で、デートに連れてってください。なんだと？行くのは問題ないが、どこへ行く？え？岡部さんの行きたいところに行きたいです。つまり岡部さんが好きな場所を知りたいから。
じゃあプランは明日までに考えておく。それで？結局付き合うことになったの？まあ漆原さんのリアクション見てたらなんとなく予想はつくけど。お前見ていたのか？岡部が見てろと言ったんだろ。デートだそうだ。狂気のマッドサイエンティストさんって女子高生とデートしたりするのね。ちっとも狂気じゃないな。何をする？ごめん、ちょっとイライラしてて言い方がきつくなった。あんたはマユリを助けるためにこの選択をしたのよね。私も考え方を切り替える。で、明日デートするにしてもプランはあるの？どうなのよ助手よ。お前に一言言っておく。アイザック・ニュートンと同じく IQ170 に生まれついたこの俺、鳳凰院キョーマーは狂気のマッドサイエンティストだよ。それで？当然マッドサイエンティストである以上、興味があるのは女よりも研究である。世界を陰で操る支配構造の破壊、混沌の創造であり。どう見ても童貞です。本当にありが。今のは聞かなかったことにして。おのれ、この女子風情がよくもズケズケと真実をついてくれたな。許さない、絶対にだ。ごめん。だいたいそういうお前はどうなのだ。俺に抗議を垂れるほどにデート経験は豊富なのか。それ見ろ、お前だって勉強や研究に明け暮れて、そういった経験はゼロなのだろう。遠いアメリカの地で寂しい青春時代を送ってきたのだろう。え？うるさい！バージンで悪いか！秋葉の中心でバージンと叫ぶ18歳天才少女か。場所を変えるわよ。